本当にサッカー、今までサッカーしかしてきてなかったんで、違うことを学びたい、違う仕事に対して夢中になってる、集中してる最中なんで、自分でアイデアを実現したいという、いわゆる起業であったり。どの選手にも必ずやってくる現役引退の時、今振り返ってその時何に困り、どんな心境でいたのか、そこからどのように立ち上がり今の成功があるのか、そこには一人一人違うストーリーがあると考えています。今年現役を引退する選手や、すでに引退してキャリア形成に悩んでいるアスリートに対し、さまざまなアスリートをゲストにお迎えして、次の一歩について真剣に考える、ネクストキャリア TV フォーアスリート。ネクストキャリア TV フォーアスリートをご覧の皆さん、こんにちは。ファシリテーターの田中大輝です。よろしくお願いいたします。そして中田さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、今回は元、はい、J リーガーの方にお越しいただいたということになりますね。はい、ゲストはこちらの方です。元 J リーガーで昨シーズン引退されました、そして現在日本営業大学で学んで新たなキャリアを歩み始めている松岡亮介さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。辞められたじゃあばっかりってことですか。そうです、そうです、はいはい、引退したてです。じゃあ去年の冬秋口まではプレーされて、うん、はい、そうです。そうですか、はい、どこでおつながりになられたんですか。J リーグの、はい、現役選手向けにですね、J リーガーオンリーサロンということをやっている近藤学人さんという元 J リーガーがいるんですね、はいはいはい、その方と僕が知り合いになりまして、そのサロンに参加されている松岡さんが、うん、そのサロンのメンバーとして日本営業大学に入ってきました。あ、そうですか、はい、つながりは近藤学人さんからですね、うん、はい、これ日本営業大学のことを近藤さんからお伺いしてピンときたわけですか。はい、そうですね、もともと僕自身が引退して何をするかって考えてた時に、漠然とこうサッカー界に残ってサッカーのコーチやるとかっていう頭はなくて、はい、あ、そうですか、本当にサッカー、今までサッカーしかしてきてなかったんで、違うことを学びたい、知りたいっていう思いで何か探してたんですね、うん、それで近藤学人さんきっかけにこういうな学び直せる機会があるよっていうことで、今回入らせていただきました。近藤学人さんの影響力もすごいんですね。すごいですね、はい、あ、そうですか。全 J リーガーの親分みたいな感じになってます。全 J リーガーの親分です。全 J リーガーの親分肌で今通ってます。はあ、彼の現役時代を知らない若い選手たちもこの人すごいんだっていうなんか印象が出てます今サロンの中に。で、後で試合数聞いたら50試合しか出てなくて、はあ、はい、全然親分でもなんでもないです。若手の方がよく試合出てたんですけど。でも推進力というか包容力というか、うん、コミュニケーション能力の高さっていうのは松岡さんから見ても素晴らしいもありますか。素晴らしいと思います、はい。近藤学人さんの写真ここにこう貼ってください。画面上ね、近藤学人さん、まあ、神戸を中心、関西中心に活動されてますよね。そのサロンっていうのがね、現役の選手たちに引退後の世界を見せる、引退したらこういうことがあるよっていうことを現役選手の方に伝えているようなサロンなんですよ。それ無料でやってるんですよ。無料なんですか。その心意気に僕惚れまして、はい、じゃあ一緒にやりましょうってことで業務提携をサロンとさせてもらって、ね、なるほど、はい、日本営業大学はやっぱり J リーガー OB 増えましたね。増えました。今期は、現役で20人、OB 入れて全部で26人の方が来てくれてます、はい、現役で20人。ああ、そうですか、はい、実際に学ばれてみて、はい、学んでいる状態ですけども、はい、どうですか。いや、もう本当に刺激ばっかりというか、はい、全く多分皆さん社会人の皆さんからして当たり前のことが我々アスリートからはこう全く知らないことだったり、びっくりすることとか、うん、なるほどってことばっかりなので、まあ、今僕36歳なんですけど、はい、本当に全てが新鮮に受け取れてます。うん、何年間 J リーグでプレーされました、はい、14年間です。14年ですか、はい、サッカーを始められたのは、サッカーは小学校1年生からなんで、まあ、大体30年間サッカーにずっと携わってきた。はい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 、クラブチームですか、ユースですか。そうですね、中学からはセレッソ大阪の下部組織に入って、で大学を経てヴィッセル神戸に入団しました。うん、こういう松岡さんみたいな経歴の方結構多いですか、日本で。多いです、多いです、はい。実際にこう引退を考えた時とか、うん、まあ、引退した後のギャップとかっていうのはどういうふうに肌で感じてました。ギャップはまだ感じれないんですよね。まだ引退して 2,3 ヶ月で。あ、まだですか。はい、なんかこう今はもう本当にこう勉強であったり、うん、違う仕事に対して夢中になってる、集中してる最中なんで、ええ、
そこまで気を使えないっていうかは正直なところです。そうですか、うん、実際中田さんが松岡さんを、まあ、見ていて、うん、どういう印象がありますか？印象はですね、うん、瞬発力が半端ないんですよ。瞬発力、聞かれたことに対する答え、あ、リアクションですか？リアクションものすごいんですよ。へ、はい、もうサッカーでワンツーですね。パンパンって返ってくる、そこが一番素晴らしいです。あとは相手のことを思って相手が何言って喜ぶかなっていうのを瞬時に判断して喋る能力、うん、はい、あのお笑い系のことも含めてですね。なるほど、はい、そこは本当に素晴らしいなと思いますね。うん、初めてやったんですけどね、はい、今日。あ、今日ね、はい、実は今日初めてやったんですか？はい、リアルは初めてですね。リモート上での、そうです。なるほど、はい、授業オンラインでやってますから。うん、はい、そうなんです、初めましてですね。そうです、はい、名刺の渡し方から学んだことをそのまま。まさにそう、さっきもやったんですけど、はい、それはもうビジネスコミュニケーション論という授業で生きてます。はい、しっかり渡しました。教え子さんは、いや本当にね、あの真面目なんですよ。はい、あのすごく熱心に聞いてて、で質問も的確なので、はい、ちょっと一味違うなっていう。なるほど、はい、彼ですね、はい、実際まあ引退されてからまだギャップは感じる段階ではないとおっしゃってますけど、うん、はい、どういう取り組みをしていきたいと思って学ばれているんですか？あ、まあ、本当にまず欲として知らないことを知りたいっていうか、うん、サッカーのことは分かるんですけど、それ以外のマナーとかビジネスマナーとか、うん、一つマーケティングっていう言葉にしろどういう意味かも分かんないし、はい、そういうのを本当に初歩的にから学びたいっていうか、うんうんうん、その思いだけでしたね。実際に、まあ、去年引退された、うん、まあ、松岡さん同僚だとか同世代とか、はい、同じ J リーグでプレーしてる選手たちっていうのはどういう道に進んでますか？やっぱりサッカー界が多いですね。ああ、そうですか。サッカー界ほとんどです。指導者ですか？そうですね。引退した直後っていうのはやっぱりある程度実績を残すとサッカー界から声をかけられるんです、はい、それはやっぱりすごいありがたいことなんですけど、まあそこに行って将来何十年とその道行くのか、今違うことを学んで将来の幅を広げるのかっていう考え方もいろいろあると思います。はいはいはい、僕はその後者の方を選択したということです。うん、松岡さんみたいな道は比較的 J リーガーの中では少数派ですか？ J リーガー全体の中では少ないかもしれません。やっぱりその長くサッカーをしてきた人はサッカーに携わってサッカーの道で、給料をもらって生活したいっていう思いがやっぱ一番強いは強いですよね。はいはいはい、野球界も多分一緒だと思うんですけど、はい、まあ、J リーガーの皆さんで日本英語大学に通われている皆さん、まあ、OG、まあ、OB も含めてですけど、どういう方、どういう道に進みたいという方が多いですか？あのね、僕これは意外だったんですけど、最初はみんな就職したいんだろうなと思ってたんですけど、やっぱり接していく中で就職だけではなくて自分で独立して会社を起こしたいだったりとか、これまで応援してもらったら、はい、今度恩返しで何か応援できることをやりたいとかですね、いう独立志向の強い方が多いんです。独立志向が強い。強い。でプロ野球選手のアンケートでも今1位が経営者になるっていうのが1位なんですよ。引退後のアンケートみたいなやつですね、はい、だからもう多分野球もサッカーも含めてですけど、自分で独立して何かしたいっていう思いの方が多いのかな。うん、はい、松岡さんはどうですか？自分で独立したいという考えなんですか？今のところはそうですし、もちろんサッカー界に帰るっていうオプションというか考えもあって、はい、いろんなこう幅を持たすための今時期なんですけど、うん、それでいうと、まあ、自分でアイデアを実現したいっていう、いわゆる企業であったりっていうのも考えています。うん、まあ、じゃあまだ、どこかの会社に所属しているとか、はい、チーム所属しているとかではない？もしかしたらそれもあるかもしれないです。なるほど、うん、本当に今フラットにではありますけど、全ての可能性を否定していない段階ですよ。いろんな道を考えながら。そうですね、はい、ただ中田代表、うん、でも準備している段階とかいろんな可能性を今作っている状況って無収入のことが多いじゃないですか、はい、その辺の不安ってどうなんですかね？それは僕に聞くよ、まさかリアルだなと思うんですそうなんですか、ね、はい、だからこういうYouTube で稼いでいくしかないですよね。あYouTube で、まあ、現役引退してちょっと、はい、地元というか今住んでる藤枝の方で、静岡の方で、静岡なんですね、はいはい、まあ、
タレント活動もしてまして、そういうお仕事もしたり、ここで学んだりとか、でサッカーのコーチも少しかじったりっていう、本当に今いろいろやってる状態です。もうタレントになりたいと、まあ、近藤学徒さんもそうかもしれませんけど、そんな中田さん簡単になれるものではないですよね。はい、それはそんな簡単になれるものではないですよね。ライバルも多いですし、なかなか一筋縄ではないと思うんですけどね、その辺は。ただ、まあ、声かかったものに関しては、一回トライしてみっていうことは言いますね。なるほど、チャンスだから、そこはもう言っていただいて食いついてみっていうことは話はしますけど、お声掛けいただいている分には断るなと、はい、今はね、チャレンジしてみなさいという日本の営業大学の教えではあるんですか、なるほど。